2人とも学校の先生をやってたので、学校の先生厳しかったんです。あ、そうなんですね。それはすごいギャップあったでしょうね、その時代に。それをダンスしてる 子っていうのがまず先生だったら特に。安川家の家系的に、うん、安川さんです。あ、安川です。安川家の家系的にそういうちょっとぶっ飛んだ世界に行った人があんまりいない。みんなちょっとお堅い職業やってたりとか、面白いんですよ、家族構成が。親族構成というか。そこ聞いたことなかった。そうなんですね、うん、だからエンタメとはちょっとかけ離れてる。いつまでもダンスしてて大丈夫みたいに言われてたぐらい。そういうお家柄だったら、うん、大変だったんじゃないですか。こっから中学校から高校受験に入るタイミングとかどうしたんですか。そうで、高校受験は自分の希望した高校にすんなり入れたんだけど、はい、高校1年生の時に次の進路を決めれる学校で、はい、そこがちょっと変わってる高校で、2年生から選択授業になるの。1年生の時はあの必修科目みたいなの全部やるんじゃけど、理系に行きたい人は理系ばっかり、文系ばっかりで、体育系に来た人はそっち系とか、もう2年生の人に選べるってなって、まず大学に行きたいのか専門学校に行きたいのか、もう進路をまず1年生の時点でなんとなく決めておきなさいみたいな。そうだよね、2年生からもう変わっちゃう、選べちゃうわけだから、もうそこに向けてこう仕分けされちゃうとこで、ずっとダンスやっていく上でダンスの先生やりたいかも、でも高1の時点でそれを思ってたからっていうタイミングで、お金貯めたいなと思って。ダンスってお金かかるじゃん、まあ、専門学校行くんだったらそれなりに400万はかかるのかなと思います、ね、はい、あ、その普段のレッスン代とか、レッスン代レッスン代とかもかかるけ、稼ぎたいと思ってアルバイトをねしてたんです。何してたんですか。アルバイト、スーパーのレジ。意外すぎるわスーパーか、面白い。あ、みんなの高校の時のアルバイト聞けばよかったゲストさんの面白いですね。うちくら寿司とサイゼリヤとかでしたね。やっぱそういう飲食のレジ打ったり、あの、うんうん、フロアスタッフ、ね、うん、テキパキしそう、接客好きだった、うんうんうん、そうだ、そう、意外すぎるわ。スーパーでこう流すレジタイプのやつやってて、そうなんね、品出しとかやってて、その当時私の自宅からその観音高校までは9キロあったんです、はい、片道。広島でいうと南区スタートして中区通って西区まで行くから区をまたぐよね。じゃけ地元でバイトしとるけバレんじゃろって思ってレジしとったら、生活指導の先生がたまたま来て、マジで、そんなたまたまなことあると思って、うん、あ、先生おるわって思って、どうなんですか、まあ、でもバレんじゃろって思ってしれっとしてたら、いや、バレてて大丈夫ですか。いや、大丈夫じゃなかったよね。で、次の日担任に言っとくからなみたいなこと言われて、はい、俺もバレるよね、と思って、うん、でもだってさ、もう進路もさ、専門学校に行きたいってなっとるし、逆に何がダメなんと思ってえ、だって将来のためにアルバイトしてるのに、え、なんで辞めろって言われるのって思って、どうですか、おかしくないですかっていうの、義務教育じゃないのになんでそんなこと言われるんだろうって思ったんよ。はい、おお、すごい、もう育ってるよね、はっきりした高校生やなで、まあ辞めたんよ高校。えやめたんよ。そうなの、うん、あ、そうすごい。あの、そんな高2の時ってこと、あ、高1でぴったりでやめたの、もう高1です。あ、そうなん、そう、尖ってますね。なんでかっていうと、だって選択授業で選ぶのもだってそんなにね、ないし、自分の夢にはちょっと関係ないのかなっていう、専門学校でぶっちゃけ学力必要ないかなって思っちゃって、だったらレッスン行きたいし、はい、ってことはお金いるし、はい、え、じゃあバイトできた方が良くないって思っちゃって、もうダンスのためだけにこれから時間とお金は使いたいしって、もうはっきり決まってたんですね、その高1で、ね、うわー、うん、なるほど。やめて、ちょっと待って、うん、親御さんは大丈夫、大バトルいや、だってそんな、うん、そういうね、ちょっと厳しい親御さんだったら大変じゃないですか。やめろ、
ってなるよね。まあ喧嘩は日々してたとしても、うん、結構ガチの喧嘩をしっかりやって、でもダンスやりたいから練習しながらバイトもしながら学力の単位取れる通信の高校に行きたいって言って、うーん、両立できるところに変えたってことですね、うん、そう。でありがたいことに高1ぴったりで辞めたけ、はい、1年分の単位を認めてもらったの。あ、そうなんですね、うん、そう、うんうん、そっか、じゃああと2年分をどっかで勉強すればいいから、はい、うまく入れるところがあって、はい、卒業資格は取ってみんなと同じ代で卒業はして、うん、そんなやり方してたんや。そうで、その間アルバイトはがっつりして、はい、できますよね、通信だから、うん、そうそうそう、働いてレッスン行って、面白いそう、びっくりされる、多分。まあ親はハラハラでしょうけどね怖いわ、どうしよう、うち子供が、自分の子が行けませんとか、高校やめますみたいな、頑張って応援してたのに受験やめたみたいになったら、そういうことですよね、親の方だったら、母の、ね、気持ちももうわかるから、そっちを考えちゃうんですよね、うちは。もうそんなしっかりする方やと思いませんでした、なんかイメージが。あ、ほほんと、あ、そう、でもイメージと違うみたい。そう、学校を辞めるっていうのって結構当時衝撃的みたいで、もうダンスでやっていきたいっていう気持ちはあったから。ってことは、ここから高校の卒業課程も取れました。はい。でその瞬間に次の進路が大阪に来るわけですか。専門学校行きましょうってなって。専門学校はどこに。キャットに行きました。出ました、キャット。キャットミュージックカレッジ専門学校。それも自分で見つけて、調べて見つけて、それもOSM と迷っとったの最初。 DA かな。そうです、うん、DA で、私はそこの出身なんですけども。なるほど、その2択でどっちも大阪の専門学校ですね。そう、で迷われたと。で夏休みにさ、体験入学ってあるじゃん。ああ、そうですね、ありましたね。そうそうそう、うん、サマーワークショップみたいなやつとかね。そうそう、ワークショップみたいな、はいはいはい、で同時期ぐらいにこう専門学校のワークショップやってて、これ両方行った方が良くないって思ったの、はい、広島から行くんだったから、まあ、交通費もかかるよね、なんかホテル取るのもな、どうせ大阪出たら一人暮らししそうだし、一回一週間ぐらいマンション借りてみようかなって言って借りたの。しっかりしてるな、その時から。なんか親戚のね、お家にちょっと泊まらして、その瞬間泊まらしてとか、2、3泊ぐらいで行くとか、ね、行って帰ってくるとかだったらね、うんうん、ありえそうですけど。でもその街がどんな感じかとかも知りたかったから、うん、大阪のさ、本町の方とかって。地下鉄で端っこの方まで行ったりしないといけないので。うんうん、じゃけ、住んだらわかるんかねと思って、1週間。ウィークリーマンション借りて、はい、でその間にワークショップ行けるところ全部詰め込ん で、はい、でその間に行けるダンススタジオのレッスンも行きたいな、せっかくならって思ったの。おお、それで大阪のダンススタジオも、うん、いろいろ体験行って。へえ、あ、でも偉いわ、ちゃんと体験したんだ、その入学する前に。そう、なんかいろんなこう住むことも含め全て、うん、スタジオもここ行きたいとかいろいろ絞ってレッスン行って、誰先生のレッスン受けたいとかもいろいろ決めて、すごい OSM に最初惹かれてたんだけど、ずっとジャズダンスをやってたから。でもキャットのワークショップ受けた時に、はい、あ、ヒップホップって楽しいんだなって思った。ちょっと戻っちゃうんだけど、はいはい、ステップスはやめて、その次にフレックスっていうスタジオ、ちょっとストリートダンス寄りのスタジオに変わって、はい、でも実はそこでミキコさんのことを知ったんだけど、今に至るところにはなってくるんだけど、はい、またそれはちょっと後で聞きたいですけれども、はい、ストリートダンスもすごい楽しいんだなって、あ、知ってたんだ、知ってたから、うん、イベントとかも見に行ったりしたんだけど、うん、キャットが楽しかったの、すごく。あ、そうなんです、ストリートダンス楽しいんですよね、うん、で、いろいろできた方がなんか無敵じゃないって思ったんだ。で、キャットに行くことに決めて、うん、だってキャットは結構本当にストリートダンサーがすごい多いとか、こう魂原田さんが関わってきたり、大阪のストリートダンスシーンの方々が結構講師陣とかでもおられるっていうイメージがものすごいあったので、うんうん、シンさんも今あれなんですよね、あの東風チャンネル始めたんですね、 YouTube。 あ、そうなんじゃ、そうなんですよ、対談してみてね、じゃん。
できるくらいでもすごい言い方なので、でもあのマシンさん、そうトークチャンネル初めて、うん、えちょっとマシンさん始めてるやんと思って、うんうん、私それ知ってたらダンサートークもしかしたらでもやってなかったかもしれないですけど、ダンサーのトークチャンネルが ないから、うんうん、私この番組始めたんですよ、チャンネル、うんうん、そしたらしばらくしたら最近マシンさんが初めて、うん、めっちゃ私おしゃべり好きやからそれを登録してめっちゃ見てるんですけど、うんうん、楽しそうだなと思って、そう入ったということで、じゃあ次はまた大阪に戻ってくるわけですね。戻ってきましたよ、拠点を。わいそしたらさ、わいわい、まあ大変よ。やったこともないジャンルをさやらにいけんじゃん。ハウス、ロック、ブレイキン、あと何やった？ヒップホップも先生によってやることが全然違う。違う違う、女性の先生と男性の先生でやっぱ全然違うから。あーそうですね。そう、私はずっと広島で一人の先生にこうずっと習ってたわけ。あ、そうなんですね。クラス違うってなったらそのクラスの先生だけこう言ってたから、一気に1週間にいろんな先生のいろんな振りをレッスンするってなった時に、ジャンルが膨大に増えますよね、うん、毎日さ筋肉痛よ。今一回何のボレンブルブルブルこう使ったことない筋肉が、うん、ハウスとかさ全力でやるけんさもうバキバキよ。ハウスは日射に結構習ってますよね。あ、そうなんじゃ。あのもう元気いっぱいずっと飛び跳ねてるみたいな、うん、スタミナよね、スタミナいるいるいる、まあ、1年間やったんですが、どんなジャンルができた方がいいっていう私の選択は間違いじゃなかったって思って、でそれが発揮されたのが、はい、A ネーションのアクトダンサーのオーディション。A ネーションアクトダンサーは、まあ、TRF のサムさんとか、うん、あのダンサー陣千春さんエツさんが振り付け演出をしてたので、うんうん、千春さんエツさんはジャズですけれども、あのサムさんとか結構ハウスをつけられるので、うん、やっぱちょっとストリートダンスが踊れないと苦戦する、うん、私それが初めてオーディションっていうものを受けるやつだったの。あ、そうなんですか。人生で初めて、結構ねすごいよねもうものすごい数でさ毎年楽しみみたいになってましたよね、うん、あの世代夏の定番みたいな、その当時、ね、専門学校 その同級生からも何人も出て先輩も何人も受けて、でもやっぱり開いてみたら合格する人数ってやっぱ少なくって、そうですね、特に大阪はレベルが高いので、もう通ったうわって感じみんな喜んでましたね、うん、でも落ちた子は涙を流すっていう、うん、もう本当にドラマのあるオーディションでしたよね。 その当時のオーディションだとみんなでゼッケンつけて、はい、つけた、はい、目の前にさ先生役のダンサーさんが振りをその場で教えてくださる、はい、サムさんもそう、はい、でこれがオーディションの振りだよって8-8ぐらいかね、うん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 、結構その場で渡されるんですよね、事前に練習とかできない感じで、はい、その場で渡されてその場で覚えて、はい、その場でものにして、で待たされるのよ。参加人数がすごい多いっていうのもありますよね。参加人数ものすごいから、グループ分けにしないとやっぱジャッジもできんし、前後入れ替えするシステムだったけ、グループ分けがとにかく細かくって、緊張するぐらい待たされるんですよねずっと待ってんのこうやって、うわーさっき振り覚えたのに練習したい、ピンチしたいとか思いながら、練習始まっちゃった、そうみんなやってるとか思いながら、もうそこでさもう初めて受けるんじゃけさ出さにゃ損じゃん、私が一番上手じゃ思ってやるわけよまあずうずうしくもさ、いやいやいや、でも気持ち的にね、大事大事、うん、私上手じゃ思ってやるんよ。その初オーディションの時はに受かったの。すごいちょっと今言っても鳥肌が立つね。すごいっすね。初めてオーディション受けて初めて受かったんじゃ、しかもなんか結構上手い人ばっかり残ってる中に選んでもらえたんじゃっていうのがすごい嬉しかったのと同時に自信にもなって、うーん、まあ上手いですもんだって、専門学校でその時いろんなジャンルを一気に学ぶ機会があって、でもそれまで全然できんか、それこそハウスとかやったことないけど入ってきてたから振りに、よしって思ったよねその時は。あーよかったですね、やってと思って、わー掴んだんだチャンスを、すごい。
じゃあそれはなんかその後のこうダンス人生にとってすごい大きな自信に、よしこの世界で頑張っていこうって思うモチベーションにもなりますよね、うん、それで自信がついたらね。そうかも。あとマインドが強くなったかも。その私は上手だと思って踊るっていう自己暗示に近いけど、うん、だけ人数がいたらさ埋もれちゃいそうとかさ間違えちゃいそうとか飲まれちゃいますよね。そう飲まれちゃうんだけど、なんかそこをね、あもういい、私は一番うまいと思ってやるしかないんじゃって自分を信じていくと、うんうん、そうメンタルすごい大事なんですよね。そうメンタル鍛えられた気がする、あのオーディションって。あ、うん、そっか、そこも一緒やった。結構大人数ダンサーオーディションそしたら受けてますよね、かおりさん。あのそうドリカムさんの黒鳥ダンサーもご一緒したりしたので、うんうん、そうですよね。そうなんですよ。受けに行くメンタルもじゃあ、うん、バシバシ鍛えていって、うん、ユニバーサルスタジオに行こうってオーディション受けてみようってなったのは、それは専門卒業後の進路が決まってなくて、はい、でも先輩たちがユニバで働いてるよっていうお話を聞いたり、東京行くべきなんかどうなんかって、もうその時点でちょっと東京もうっすら視野に入ってたんだけど、あそうなんですね、卒業すぐ東京はな知り合いないしなっていう変なビビりがあって、はい、まずはテーマパークっていうのもやってみたいなって思ったんじゃろうね。ずっとテーマパークといえばやっぱディズニーランドがあったからあれですけど、うん、やっぱ大阪にユニバーサルスタジオがやっぱできたっていうのも結構新しかったじゃないですか、うん、私たちの時に大阪にそんな大きなテーマパークができるっていうのも真新しかったっていうのもあるので、うんうん、だからやっぱり働き先としてダンサーとして受け入れがあるっていう仕事があるだけ、じゃあ応募してみようって受けて、ありがたいことに合格できて、もうすごい私テーマパークで楽しいお仕事させてもらってたんで、うんうん、すごいねやっぱハッピーな現場ですよね、うん、エンターテインメントっていう感じのね。ダンスも上手だし、あの笑顔もとっても印象的なこうチャーミングな先輩だなと思って、うん、あの感じていたんですけど、次東京にね、うん、今度向かわれたと思うんですけど、うん、上京のタイミングって香織さんって何かきっかけで上京したんでしたっけ？私はですね、はい、